僕ここその子は山の小さな沢にいた2018年8月帰省先の山口県で行方不明になった2歳男児を3日ぶりに無事保護したのは大分県から駆けつけたボランティア小幡春夫さんだった当時78歳である。塩飴10個と 1> 水1.5リットルとバスタオルを携え真っ先に裏山の上を探した小さい子は上に登ると考えた勘は図星だった開始して30分で発見に至る2年前に大分で不明になった2歳女児の捜索でも斜面の中腹で見つかっている経験と考が生きた 奇跡の救出劇だった。便利な時代になった警察で新しい仕組みが稼働している事故や災害などの現場で百当番した通報者からスマートフォンで撮影した現場の映像や画像を受け取るシステムである素早く状況を把握し対応できる利点がある県内では事故のほか 人の保護事例もある。介護施設のお年寄りが行方不明になった時には顔写真を送信してもらい警察官と共有手配から30分で保護できたというデジタルの力は目覚ましいただ通信技術が進んでも人探しなどにあっては経験と勘も物を言うだろう さんのような人の力にも期待したい。